ギアはヤマハ発動機が生産販売しているビジネススクータータイプのオートバイで各種配達業務における乗降や荷物の積み下ろしの容易さ、積載時の走行性能、高い耐久性などを主な特徴とする業務用スクーターの先駆者である。ニュースギア BA50N ヤマハは1960年代以降ビジネス用商売機量オートバイとして MF-1 を源とする。 アンダーボーンフレームのマニュアルトランスミッション車、メイトシリーズを生産販売してきた。しかし1990年代になると、宅配ピザ店の登場など、宅配小口化が進み、業務用バイクの需要が伸びる一方、配達や営業、外交でオートバイを使用するユーザー層は、オートマチックトランスミッションのファミリーバイク、スクーターに、親しんだ女性や若者が中心を占めるようになり、 これまでのアンダーボーンフレームのビジネス車ラインナップとは、そぐわない状況が生まれつつあった。こうした社会の変化を受けてヤマハは1994年、次の4業務をメンターゲットに設定し、他社を含めた在来車種にない工夫を盛り込んで、女性や若年層に扱いやすく業務用に適した専用バイク、ギアを開発した。 大積裁量と頻繁な乗り降りのしやすさを両立した車体を目指し、合成確保には不利なスクータータイプとしながらも、パイプ系を太くして、フロアパネル下のフレームを3本支持とすることで、通常のスクーターの約2倍の合成を確保。パワーのあるクーレ2サイクル 49cc エンジンと、ジャイロ効果が高いフロント12インチ、リア110、90から10体系。 幅広タイヤを採用し、ホイールは軽量で、チューブレスタイヤ装着可能かつブレーキ放熱性の良い、アルミダイキャスト製とした。また荷物満載時の操縦性への影響を最小限に抑えるため、前後重量配分を最適化するとともに、オプションのフロントバスケットを装着する場合は、積載物の重さでハンドルを取られることがないよう、ボディマウントとし、リアデッキをメイトより、 約90ミリ低い地上を620ミリとして、積み下ろしの瓶を測った。リアデッキの積載量は20キロ。車体を持ち上げることなく直立したまま簡単に、スタンド掛け、解除ができる、パーキングスタンド装備車種も用意。さらに会社名、店名の文字入れがしやすいよう、ボディカラーは白のみとし、マーキングを簡単にオーダーできるシステムも用意した。 1994年9月1日の初代モデルは BA50、BA50S、BA50ST BA の3車種。さらに、ボルトオンパーツとして、オプションで用意していた大型リアキャリアや、ニュースメイト用大型フロントバスケットを標準装備し、手元灯などを追加した、新聞配達仕様ニュースギア BA50N が1996年6月1日に発売された。 使い勝手や機能性が支持されて、配達業務から地方でのコミューター用途まで幅広く普及しており、日本郵便の郵便配達業務者としても納入が進んでいる。2016年には、業務用スクーターのパイオニアとして、市場の開拓に貢献した実績を評価され、同社製オートバイとしては、SR400 に続く、グッドデザインロングライフデザイン賞を受賞した。ありがとうございます。